皆さんごきげんよう。パトモルカーを作っていくよ。ここからスタートするよ。パトモルカーはほっぺを大きめに作ると似てくる。使ったものたち。黄色で色付け。大まかに刺したら、もっと刺していくよ。Y を刺していくよ。目の位置を確認。埋もれさせるために跡をつけるよ。こんな感じ。上の外側を深めに刺すよ。そうすると少し垂れ目になるよ。押し込む。目をもう少し埋もれさすよ。怒ってるみたい。美味しそう。お口。お口のいいサイズは未だにわからない。窓を刺していくよ。窓の刺し方を全部映してる動画もあるので、そちらもどうぞ。ミニ兼サイドミラー。ポリスワッペンを作っていくよ。使ったものたち。星だけのパーツを見つけられなかったので、丸を切るよ。布フェルトに星をつけるよ。縁取り。こんな感じ。文字を刺していくよ。この作業はブラシマットよりスポンジマットの方がやりやすい。ここまでやっておいてあれだけど、布にかけるペンでやればいいと思う。ピートーにはわたわた補充したよ。こんな感じ。切って車体に貼り付けていくよ。
こんな感じ。お湯で柔らかくして使う粘土。これでパトランプを作っていくよ。使ったものたち。パトランプに透明感が欲しいので、クリアを赤で包んでいくよ。お湯で柔らかくしてきた。固まったらサイズを調整。割と早く固まってくるので、何度もお湯につけたよ。固まったらサイズを調整。アメ細工みたい。100均で購入。トップコート塗って、一晩寝かせて、ツヤツヤ、美味しそう。少しくぼませて、目打ちで穴を開けて、ボンドをつけて差し込めば、パトモルカーの完成。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してくれると嬉しいです。高評価とコメントも待ってます。また見てね。